とか生徒が使ってまいりますポケモンはこちら、看板ポケモンミライドンとなっております。このミライドンなんですけども、出た瞬間に、エレキフィールド状態にしつつ自分の特攻が 1.33 倍になるというね、壊れ特性を、持っているポケモンなんですけれども、ランクバトル潜ったら僕めちゃくちゃミライドン当たるということで使用率19位なんですが、まあ、かなりね、強いポケモンで、まあ、環境としてもね対策必須となっておりますんで、まあ、よくね組まれているような、まあ、メンツのパーティー組んできましたので、今回やっていきましょう。今回ミライドン、こだわりメガネ持ってます。メガネ率はかなり高いんでね、注意してください。フェアリーテラスタルをね使うことによって、まあ、たけるライコとね、まあ、元のタイプが一緒なんで、まあ、電気とかフェアリーがかなり多いんですけど、まあ、相手のねドラゴン技を無効化できつつ、しかもマジカルシャインとかもね使えるってことで、まあ、いろんなね点でかなり強いテラスタルになってると思います。ボルトチェンジね、もうこれ威力本当に笑うぐらい強い技となっているんで、まあ、相手をねほぼ破壊しながら控えに戻っていくみたいなね動きが、まあ、かなりね出せる技となっておりましてですね、相方としてはこれ今回包みと力キリン、2種類ございます。鉄の包みね、今まではブーストエナジー持って素早さ 1.5 倍にしながら、まあ、凍える風とかねアンコールとかしてたポケモンなんですが、ミライドンと一緒に出すことによってね勝手に素早さが 1.5 倍になるんで、いろんなね攻撃を一発伝える気合のタスキを持たせて、しかもね配分も CS にね全部振ることができるっていうね、かなり強い相方と、なっておりますと。これによってね相手のコクバとか、まあ、こういうね、ミライドンより若干速いポケモンに対して凍える数でサポートしつつ、ミライドン通していくみたいな、こだわりスカーフのなんとかとかもね、まあ、大体抜けるみたいな感じになってるんで、この並びで、かなり強い、並びとして注目です。そしてリキキリンね、こいつもねミライドンとやばいほど相性良くて、ボルトチェンジしながらね、まあ、なんか鉄のカイナとか出しながらトリックルームして、そこからね、なんとミライドンが出てるおかげで、エレキフィールドになってるんで、相手のねモロバレルの催眠系を無効化できるというね、点でトリックルームパーティーのね超絶な弱点であるモロバレルを克服しているというねところがかなり強いかなと思っております。で、鉄のカイナもねミライドンとめちゃくちゃ相性が良くて、勝手にクオークチャージで攻撃が上がっちゃうんで、クリアチャーボをね持たせていることによって威嚇もね無効化しつつ、ドレイン、インファイト、ワイルドボルトのね高圧的技構成によって相手を破壊しまくるというね、流れになっております。まあ、現環境でめちゃくちゃ強いガオガエン、これもね採用してますと。今回直帰持ってるんですけど、割とねトリックルームパーティーって捨てゼリフして帰っていくより、なんかトンボ返りしてダメージ与えたり、なんか助けとか割りながら帰る方が強いことって結構多いっていうね、ところも、含めると直帰で、捨てゼリフなしっていうね、方との、まあ、親和性といいますか、まあ、相性の良さっていうのはかなりね出ると思っております。で、最後オーガポンですね。まあ、地面がね結構抜群のやつが多いっていうところで、半減欲しいなとか海洋ガに対して選択肢欲しいなって考えた時にオーガポンかなり強いということで、こいつら本当にトリックルームしてもしなくても強いんで、まあ、かなりね相性がいい、組み合わせになってるかなと思っておりまして、いろんなね伝説に対しても出し方あるし、トリル白馬とかにも、まあ、こっちもトリル要素あるし、エキギリン封印もあるしね、まあ、最悪トリルされても、まあ、カイナとかガエンとかでね暴れることもできるんで、まあ、いろんなパーティーにね結構強い仕様となっておりまして、まあ、メンバー限定レンタルも出しておくんで、ぜひねこのパーティー使ってみてください。対戦パートぜひ見ていきましょう。すいませんなんていうわけで、解説者の方は染めび天空愛さんです。よろしくお願いします。さあ、黒馬バードレックスで追い風がないパターン、本当にもうトルネロス多すぎてもうちょっとやばいぐらい多いね。うん、前期の環境どころじゃないぐらいトルネロス多いんですけど、まあ序盤はね、まあとりあえず、まあ、追い風使っとけ強いみたいなのが、まあ、やっぱねありがちなので、まあ、それが原因とも言えるけど、まあ、これはまあ結構出したかった。未来キリンもいけるし、未来包みも刺さりそうだし、ちょっと待って、もうどっち出しても強いじゃん。嘘でしょこれこれどっちもクソ強くない？ちょっと待って、これ強すぎるな。いやー、実は包みでもいいか。うん。まあ、なんか追い風いないっていうのと、まあ、逆に、じゃあトリルした時に、カイナーで全抜きできるかって言われたら、ちょっとコクバはちょっと微妙なんだけど、まあ、なんか上から攻めてて勝てるような気がするがゆえに、包みを行くわ。うん。割とこれは完璧なところもあるけど。で、コクバにかなり強い、直帰ガエン出して、まあ、ガエンがきついやつも実はそんないないって説もあるんだけど、まあ、オーガポン出すか。まあ、オーガポンもね、ガエンも本当にトリルしてもしなくても強いっていうのがこのね、まあ、トリルしても包みで殴ってても強いっていうパーティーのね、結構核に
なってきてるところあるんで、うん、かなり強いですよねということなんですけれども、まあサンダーはきついね、まあ、割と先発で出てくる寄りのポケモンではあるから、まあ、ちょっと後ろから急に出してこないでくださいって感じ。さあミライドンと包みいきました。ミライドンのハードロンエンジンが発動してエレキフィールドを張った上で鉄の積みの素早さが 1.5 倍になると、まあ、ちょっとこれは過剰な感じはあるけど、実はこれが発動するかしないかで相手の黒馬バドルックスが抜けるかどうかってのも変わってきてますと。でですね、実はミライドンもここテラ切ってもいい説があります。包みはねそもそもほぼもうなんかもうあと一押しみたいな時しか多分テラスタル切らないんで、うん、ミライドンは逆に言えばここで流星群とかそういうのされたら負けうるっていう局面ではあるところで、まあ、あと、まあ、相手のフェアリーテラスタルとかも考えたらここ実は普通にマジカルシャイン押してるのが一番強いって説しかなくて説しかないのと、まあ、あとはライコが守りながらあれだ、捨てゼリフされるのは結構嫌なんで、そこ考えても一応シャインハイドロで倒せるように殴ってみようって感じですかね。かなり理にかなったプレイングなんじゃないでしょうか。まあ、ライコもね、ミライドンも、まあ、同じタイプではあるんだけどね。まあ、フェアリーとか電気がやっぱ主流だよねって感じで。まあ、さすがに猫魂、来ると。さあ、ハイドロボンバー出てこう触ってて、うん、硬いね。これ直帰だね。で、ライコは迷走。迷走。まあ、これはね、迷走嫌だね。アンコール知らず？鉄の包みのアンコール知らず？アンコールされたとしても結局強いみたいなとこあるか。ちょっとなんかマジでやばいな。アンコールされる。アンコール。ああ、やばいね、これね。とりあえずマジカル社員で、あいつ倒せないことが分かった。あいつ直帰だから。だから、ちょっと待ってよ。本当にこれ、稲妻ドライブをライコに打つまであるよ、本当に。ガチのマジのガチで。でも多分守るな、俺的には。うん。多分守る。俺が何の技で固定するかっていうのも見たいだろうから多分守ると思うわ。まあ、そこ総合的に判断してちょっとハイドロポンプでいきます。あら。まあ、逆に俺がなんか稲妻とか打ってたらさ、相手も相手で迷走したけどかなりきついからさ。うん。まあ、逆にそこでもうテラが見えちゃえば、テラじゃないわ、僕のこだわりが見えちゃえば次いい感じにできるから。オッケー、人雷いいね。人雷はいいね。ハイドロは当てないと言うてやばいか。ケイ、やばい、くしゃみができそう。危ない危ない。くしゃみって我慢したら体に悪いんですかね。くしゃみってなんで出んの。くしゃみなんか我慢してくしゃみの波がわはははは過ぎ去ったらさ、まあ、別に、ああ、止まったわってなるし、その後のムズムズもまあまあまあ消えるわけなんですけど、くしゃみが出んかったら、体悪いんかな、おならとかも我慢したらさ、なんか、中に引っ込んでいってさ、なんかガスがなんか体内に吸収されるとかさ、なんかそういう話あるじゃないですか。あると思うんですけど、まあ、勝ちましたかね、これは。ミライドのパワーが圧倒的すぎた。ってことはないか。この試合もうなんかくしゃみとうんこの、じゃあうんこじゃない、おならの話しかしてない。まあ、ただ、相手のね、ライコが、フェアリーテラしたから、オーガポンがね、ウッドハンマーじゃない、ホーンとかコンボとかで、まあ、一応ゴリ寄せる体勢はできてたっていうのと、まあ、助けて包みが耐えたのが、まあ、神と、させていただきたい。で、まあ、ここはまあ、冷静に考えたら相手、怒りの粉しながら、怒りの粉は別に最悪しないか。まあ、結果したんだけど、凍える風を使うことによって、ミライドンの素早さが本来負けてるんですけど、上から攻撃することができて、マジカルシャインで、航空馬バドレックスをしっかりと削っていったの、このとこ。てか、なんか、バレルの削れ方やばくない？普通に。普通に。はい、アストラルビットなんかもう、タスキですかみたいな火力のアストラルビット。ちょっとミライドの種族値が高いってこと？もしかしてこれ、この耐え。
で、もう普通に考えても相手テラ切っちゃってるから、シャインしながらフレアドライブしてたらもう絶対倒せるっていうね感じになっている局面ということで、うん、これ普通に急所当ててなかったらどうなってたんだ、ちょっとわかんないけど、まあでも当たったからね、うん、それはもう実力勝ちよこんなもん実力勝ちやろ、実力勝ちだと思ったそこのあなた、そこのあなた、今でも高評価押してくださいって言おうとしたんだけど、高評価率がめちゃくちゃ下がる可能性があるから、ちょっと、保留とさせてください。次の試合もぜひ見ていてください。なっというのに関係者の方はアッシュレイさんです、よろしくお願いします。さあ追い風の、海洋がということでですね、まあ、かなり強そうなんですけれども、まあ、これはどうだ、相手がアマージョとかいるからね、猫魂トリルみたいなことがちょっとしづらいという局面にはなってるんですけど、まあ、ただアマージョ先発から出てくるか、トルネ海洋が、いやこれマジ逆に包み、逆に包みミライドン出したら相手トルネ出してなくて死亡みたいなこともできるから、ちょマジこのパーティーめっちゃ強いな、相手に対する圧力がすごいわ、うん、だから相手なんだかんだトルネ出さないといけなくていけなくてちょっと待てよ、リキキリンオーガポンという説もあるか、うん、トリルさえ張れれば、カイナがやばいほど刺さってはいるから、もうドドゲザンまで含めてまとめて全部見れてるみたいなところもあるんで、いや、そっちを決めたくはあるけどね、割と。まあ、今回、力切り守るないけど、守るあるパターンも結構試したいね。まあ、ミラリキ、カイオガがめっちゃ追い風とかしてくる感じなら、まあ、ちょっとキリンはオーガポンに引きながらミライ動かすみたいな、うん。感じでいきたいかな。なんか先発未来力気に両方めちゃくちゃピンチになるみたいな、まあことはあんまないと思うんで、水半減だから未来が、うん、トルネにもね基本強いんで未来は。あ、おお、相手圧力ない型の出し方してきたよこれ。力気りんのいいところその1、トルネロスがめっちゃ挑発持ってるんですけど、それに対してね、あのミラーアーマーじゃないわ、テイルアーマーによって挑発を無効化することができるということで、挑発が効かないんじゃなくて、先制技のいたずら心の挑発を防げるという点で実質無効化できるというね、この点が非常にいい。で、まあ、ボルトチェンジしながらカイナ出しながら、まあ、トリルしたいっていうのが、まあ、本望ではあるんで、まあ、一応それでいきたいか、まあ、それがいいか。追い風来た追い風来た、さあ、まあ相手は相手で僕のパーティーが、ああ全然嬉しくない、僕のパーティーがトリルっぽくないから、ちょっとなんかトリル張られないと思って暴れてきたと思いきや、普通に挑発がそっちから飛んでくるというね。いや、まあ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 、草格とトリプルアクセル守るとかね、手助けとかアマージュあるからさ、いろいろ、いやそう来ないかと思ってたんですけど、ちょっと難しいね。でしかもトルネがタスキじゃないんで、タスキじゃないがゆえに、いやこれ マジでまずいね、これね。オーガポン出してひとまずニードルガード、これフェイントアマージョ来たらこれやばいよ、ちょっとフェイント覚えるね、さすがに。ターンオーガポン出さざるを得ないっぽいことだけは分かった。いやこれフェイント消えてるわ、うん、今回のアマージョ、アクセル、ウィップ、手助け、挑発、飛び膝守る、トロピカルキック、畑を出す、種マシンガンとなってて、これ、絶対覚えない人の顔してるもん、これ。フェイントないですね。消されてますね、これ。よかった、マジで。いや、よかった、とは言うもののさ、ここ普通に潮吹きしながら、これもう力気に捨てだな。することねえもんだって。本当に。次、オーガ未来の並び作って、なんとかするしかない。もうマジでなんとかするしかないとしか言いようがないぐらいなんとかするしかない。うん。で暇だからハイパーボイスしながらニードルガード。こうフェイントあったらさ、まあ別に、フェイントあってもなんもないか。幽体でウィップ打ちたくなって、あ、テラ切ってくれんのありがとう！ウィップ雷みたいなことしないと、オーガも倒せないから、容器ちょっと打ちづらくはあるけど全然打つみたいな、なんかそんな感じになってるよね、うん、あのこれ多分力切り狙ってんのかな、冷凍ビーム来たね、珍しい感じで、ちょっとウィップやめて、ああ
オビエラの鳴き声出ちゃいました。ウィップ、ちょっと待って、本当にキリン、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 オッケー。さあ氷が溶けて、さあオッケー、何も起こらなかった。さあハイパーボイスでかい、これでかすぎる、マジでガチのマジのガチのマジででかい。でですね、まあ相手、そうやな、まあ海洋ガノが早かったからウィップ使用機でウィップ当てた後に回復させちゃってなえるみたいなことは別にないんですけど、いやー、まあでもここマジ暇になってきたね。でもこの守るがいい感じに通ったことによって追い風がなんか切れて、なんか勝てるっていう感じも出てきてるんで、まあ一旦コンボだな、もうコンボまである。あー、これで両方死亡することがなくなったのめちゃくちゃでかいね。手助け、挑発、ウィップ、なんかこだわってるっぽいな相手。将来的なミライドン見越してスカーフ冷凍ビームっぽいわ。うん、まあスカーフだからこそ水でこだわったらマジで死ぬってことだろうな。オーガポンもいるからウィップで削っても、なんか将来的に次のターン潮吹きして回復させちゃうみたいな感じになるから。でこれめっちゃ有利になってきたよ。冷凍ウィップこのターンちょっとオーガポン読み、読みっていうか、なんかそうなる気がするから、これでいきましょうか。うん、なんかもう相手一旦交代するしかないぐらいまであるか。ここ手助けなんだ。で、オーガポンのニードルガード。決まって、これで追い風が終了することが分かりました。ちょっと読まれてるね。いい感じに読まれてるね。一点読みだね。うん。オーガポン守る確定だとすると、ウィップ冷凍と打つより、命中率の観点で手助け冷凍の方が強いというね。まあ、ここうまいですが、しかしながら、未来行くとなんか指しながらなんかってあんましたくないんだけど、まあ、指しながら社員でいいか、ここ実は。ああ、これマジのガチのマジのガチで、これ社員でいいまであるな。未来社員でよくはあるよな。さあ未来の機関発動させて、相手の後ろ別に社員、まあ、全然通ってるから、もう通り過ぎて草ぐらい通ってるから、うん、テラ社員するかどうかちょっと悩みどころだね。うん、オーガポンも別にテラ切ってもいいまであるような気さえしてるんだけど、相手のアマージュはこだわってないことが発覚した。突然にして突然の裏切り来た、突然来たね。まあ、手助けとか挑発とかしてるから、まあ直帰ではないから、まあ、このメガネ社員でね、フェアリーテラスしなくてもまあ倒せるというところはまあほぼ分かってるということですが、こだわってないんだ。あんだけ冷凍ビーム打っててこだわってないんだ。どっかでなんか潮吹き打ちそうなタイミングなかった？いや、ないんだな実は。さあチェンパオ、パオーチェン来たね。まあこれは海洋がいくらなんでも社員で倒せるから、一旦、まあ、指しとけば勝てるっていう判断にはなった。うん。パオ守る。いや、オーガポン、この環境強っ、マジで。ガチで強え。貯水、本当に強えな。うん。海洋ガに対して、ミライドン使ってても全然負けるからね。ちょっと今回、キリンとかが初手海洋ガに対して不安要素なんで、そういう面をケアできてるのも、かなりオーガポン強いかなというふうに思います。ミライドン、こいつマジランクバトルで死ぬほど当たるんだけど、使用率ないんだこいつ。本当に強いんだけど、意外と19位か。古来18位、19位ミライドンか。マジでランクバトルこいつしかいないんだけどね。いや、俺のマッチングによるたまたまな話か。うん、まあでもどんなパーティーに組んでも強いと、追い風でも強いし、こういうトリルでも強いしっていう話ですよね。指して、まあ、こっちのがギリ遅い。さあマジカル社員いいですね。ここはまあそれはタスキですと、まあ、前の環境はねパオ結構維持が多かったんですけど、まあ、今回ミライドの最速で使ってるから相手のパオも最速
確定となっております。で、まあ、一応同速なんでね、まあ、指してるっていう感じになってるのはやっぱ同速でした。ということでパオジアン倒して GGN とさせていただきたいと思います。このパーティーさすがに結構強いんじゃないかということで、メンバー限定レンタル出していきたいと思いますんで、よければね、よろしくお願いしますということで、今回の動画以上となっております。よかったらチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いできることを楽しみにしております。それではバイバイ。